シリーズ観光地神奈川の行方最終回の今日は黒岩知事と一緒に考えていきたいと思います黒岩知事よろしくお願いしますはい、よろしくお願いします今週番組では観光地神奈川と銘打ってお伝えしてきましたまずは神奈川の観光地について知事はどのような思いがありますか まあ、観光という点ではですね、神奈川ってのはものすごく魅力的なところだと思いますよね。私がマグネット神奈川でずっと行ってきたのはですね、マグネットを引きつける力ですね。行きたくなる、これ行きたくなる、住みたくなる。この行きたくなるっていうのはまさに観光ですからね。観光のパワーものすごくあると思いますね。ポテンシャルを相当感じてらっしゃいますね。はい、さあこちらが過去5年間に県内を訪れた観光客数の推移をまとめました。 去年はおよそ1億6400万人で過去最多だったコロナ禍前、2019年の8割ほどまで回復しています今年はさらに数字を伸ばしているようですけれども現状をどのように見ていますかそうですねかなり回復してきてますよね、そしてあの県内の宿泊者数で見るとですねもうそのコロナ前よりも上回ってるんですね4%ぐらい上回っている状況ですね。うん あの中国のですね前、たくさん来られていたあの団体客ですねこの方々があまりまだ戻ってきてないのでですねこの人たちが戻ってくるともっと増えるんじゃないかなとそう期待をしていますねこのコロナで落ち込んだ部分はありますけどここ本当はオリンピックもあったわけでさらにさらに伸びていってほしいわけですよね。まあそういうことですよねギギリギリここで止まったっていうことでありますけどねこれからが本番ですよね。 さあ観光業のにぎわいは県内経済の活性化にもつながるわけですが神奈川にさらに観光客を呼び込んでいくためには今後何が必要なんでしょうかこうね呼び込むという発想を我々が考える時にですね何が一番大事かって呼び込むというよりもですね皆さんが行きたくなるということですねつまり神奈川県内の目線で考えちゃだめなんですね。神奈川県以外の人の人目線で考えるそしたら 行きたくなるるって何によって行きたくなるのかとということですねそしたら意外にねそのポテンシャルっていうのは自分であんまり分かってないことがたくさんあるんですけども意外なところに意外な魅力があるこれをですね自分たちの目線じゃなくて外側の目線でキュッとこう立ち上げるとです、ね、意外な観光地がたくさんまだまだあるというところだと思いますね。 まだまだ掘り起こせる場所がありそうということですね、はい、さあ今年4月に水際制限がすべて撤廃されたことで海外から訪れるインバウンド客が存在感を増しています今週番組で取り上げてきましたけれども鎌倉や箱根では多くの観光客が訪れていますそんな中で懸念されるのがオーバーツーリズムです混乱や課題をもたらすオーバーツーリズム知事はこの県内の現状の認識そして対応対策はどう考えていますか そうですねこのある種、一箇所にこう集中するということですよね我々考えているのはですね周遊観光ということですね、まあ、ここに来られるんだけども実はいろんなところに回っていっていただくとですねこのオーバーツーリズムの問題を解消するんじゃないのかなその中どういうふうにして皆さん回っていっていただくかというこの仕掛けですよね、例えば今デジタルスタンプラリーなんてやってましてねこれによっていろんなところでそのスタンプを集めていくということによって流れていくというこういう流れも作れると。 周遊観光これがオーバーリスルに対する一つの解決策だと思いますね、うん、周遊するとなるとまあ県内の魅力をいろんなところで感じることができるさらに掘り起こしにもつながっていくわけですね <laughs> そうですねあるコンセプト例えば鎌倉殿の十三人というのがありましたねでそれによって回っていくというそういうコンセプトもありましたけどさまざまな形で今年は東海道というのを一つのキーワードにしてですね回っていっていただこうと考えています <laughs> なるほどさあインバウンド対策 そして、県が検討を始めたのがライドシェアという取り組みですきょう、神奈川版ライドシェアの検討会議の初会合が開かれています今日の検討会議には県や三浦市、タクシー事業者国土交通省などが参加しましたライドシェアは一般のドライバーが自家用車を使い有償で客を運ぶ交通手段でアメリカなどで普及していますコロナ禍を経て 車両もドライバーも減っているタクシー不足が課題となる中県が独自の仕組みの検討を始めました地域と時間を限定しタクシー会社が運行を管理する案に対し事業者からは需要の細かい分析や関わり方を明確にしてほしいなどの意見が出ました。行政のの手を携えなななないいとなかなか解決でできない状況には来てるので 民間のタクシー会社だけではできなかったことがもしできるのであればねあの、そこは取り組んでいければなと。ということで、今日は認識をそろえるための初会合だったわけですけれども、はい、え実際にライドシェア、知事が今、抱いているイメージ、メリット、いかがあるんでしょうか。 そうですね実際の問題としてですねタクシー不足ということが起きててですね皆さん、利用者の皆さん大変困ってらっしゃるんですねそれを救うためにいわゆるライドシェアといきなりやるのはです、ね、タクシー業界大変反対しますからまずは第一歩できるところを探したのが神奈川版ライドシェアということですねこれタクシー会社によって運行管理していただきましょうし時間帯、地域を限定していきましょうというところからまず始まるこういう流れを作ったらですねいきなりその三浦市の方から手を挙げてくださった。だからここれは三浦ででまずやってみよううとということですね これはあのプロのドライバーだけじゃなくて一般ドライバーが自分の車を運転してきますね。でそうするとそのドライバーの質等々ですねこれはタクシー会社に面接していただいて登録研修もしていただこうと、えー、利用者によって評価していくというこの制度もやることによってですね有料なドライバーがよく使われるようになってくるということがありますね。それから使用車両、まあ、自家用車を使うわけですけれどもその車両がどうなのかって認定等々これもタクシー会社にご協力いただきたいなとで、まあ、ドライブレコーダー配車アプリ任意保険等々こういったものをね どうやって組み込んでいくのかこういったことが1つの課題としてですね検討を始めたとということですね、はい、これ大きなポイントとしてはタクシー会社との共存共存栄なわけでですすねねそうタクシー会社、例えば三浦なんかもですね夜タクシーがほとんど捕まらないと。 いうことで皆さんん大変困ってらっていららしゃるんですねだからその時間帯に合わせてそこだけはじゃあ一般ドライバーも入ってくるような流れを作ろうとしかもそれはタクシー会社の皆さんにそのしっかりと目を光らせていただいてやるところからスタートするといったことになるとです、ね、利用者目線で利用者の方に助かる仕組みができる上がるだろうと考えています。うん、利用者目線 まさにタクシーに乗りたい人たちの力になっていくということですが、ま今日はあの会合には三浦市のタクシー会社の方も参加をしていました。ま中ではま需要を細かく分析する必要性というのを指摘する声がありまして、さらにコロナ禍でま経営状況が厳しさを増しているタクシー会社が協力するメリット、これももっと知りたいんだというお話がありました。大谷さいかがでしょうか。 まさに我々タクシー会社と共存していこうという流れを作っていますから率直に意見を言っていただきたいですねそれをどのようにすれば乗り越えていけるのかというそのまさに神奈川モデルをですね一緒に探っていきたいなそして今、国の方でも今度岸田総理がですね所信表明演説の中でもおっしゃるということですから我々はその具体の形こんな形だったらまずできますよといったことをですね神奈川から始めていきたいなと考えていますね。 国も動いているということでやはり、ここはコロナと同じように神奈川が先行していくようなモデル作っていいきたでですねそうですねそうね神奈川モデルはぜひ作りたいなという,ふうに思っていますねで、えー、ですから、あんまり高いハードルで最初からやるのではなくてですねできるところからやってきてあこれならいけるんじゃないかという形を見せた中でですねそして次のステージ皆さんで考えていくとこういう流れをぜひ 作っていきたいと思っていますね非常にあの期待が高まるんですけれどもただ時間もかかりそうだなという心配もありますこの点見通しいかがですかでも三浦市なんかはもう節日ですからね時間かけている余裕はないと思いますねなるほどさあここまで4日間を通して神奈川観光地神奈川の行方についてお伝えをしてきましたでは最後に黒岩知事が描く観光地神奈川の展望をお聞かせくださいマグネット神奈川ですよ行きたくて行きたくてしょうがない神奈川皆さんと共に目指しましょう シリーズ観光地神奈川の行方今日は黒岩知事とともにお伝えしました知事どうもありがとうございましたはいありがとうございました